ちょっとさ、惜しい惜しい惜しい。このヨーダ、ひなたに似てますよね。ひなたです。トモテリです。ひなたです。はい、今日は、ジョージアのショッピングモールに行きます。久しぶりにね。僕のチャンネルショッピングモールに行ってる率めっちゃ高い。日本でもジョージアでも。わーどうしていいのか。みんな綺麗なわー。はい、行きましょう。行きましょう。そしてひなたは今日ジョージアのメトロに初挑戦です。ちょっと失敗。ジョージアのメトロめちゃくちゃうるさいです。ほんまに。そう、そして人も多いよ本当に。だから、うん、特にここは No one is protecting about like give you way to leave train or go inside だからそれが怖いですよ。うん、赤ちゃんにとって優しい環境ではないよな。ね、分からんな、別に。ほんまにめちゃくちゃね、あの僕の前のビデオ見てくださった方もいると思いますけど、東京大江戸ラインぐらい深いしな。そうですよね。そしてうるさいから。どうなんかな。うるさいね、本当に。テリはね、ジョージアに帰ってきてからなんか本当にモノクロの世界に戻ったみたいってよく言ってますよ。そう。まあ今日はちょっと珍しくというかね、晴れてますけども、うん、まあ、確かに色合いとかもね、結構同じこの後ろのビルディングみたいなこんな色が多いんで、うん、そして冬はね、12月は晴れる日がめっちゃ少ないんでね、うん、そういう意味ではまあ確かに東京とかと比べたら華やかでは、まあ、もちろんないかなっていう。もうチキラキが売ってますね。これはジョージアのクリスマスツリーですよ。これが皆さん行きです。両隊員ジョージアと言いながら、結構日本に来た時に登録者の人が多く増えたんで、ジョージアの様子をね、見たことない人がいるかもしれませんが、これがジョージアのメトロですね。もらえてる。順番は関係ありません。このように先に待ってるとかは関係ないです。いいじゃん、セティッツプリティロン。ジャバ大使がおすすめしてたオールオーガニックのショップですね。この秘密の駐車場を抜けてスタンバの方に行きましょう。そしてお昼ご飯を食べましょう。みんなともめっちゃお腹空いてますよ。クリスマスツリーがある、ここに。昼時はちょっと過ぎてるんですけど、結構人がいっぱいですね。さすがスタンバホテル。これ、これ一番最後、うん、と、ボシチ。何キャブラギなんて。 It's a Georgian traditional pan、うん、and it's like ハチャボリみたいだけど、中にはグリーンヘルブスが入ってる、うん、OK。 実はですね、妻は、結婚した後に、ここの、ウェイターの面接を一度受けたんですけども落ちて、今は YouTuber をやってるっていう感じです。彼女は残るはず。 Can I have ボルシチ garlic shrimp spaghetti? What does it call this one? チャパ。 We don't have it. ロビアニ、do you have? ロビアニ is also like closed. Do you have? We have it. Ah, okay, ロビアニ please. Inside bean, right? It's bean. Do you have any like lemonade without gas?Yes. Yeah. Maybe fresh is just Water without gas. That's it. I need some Polish garlic shrimp spaghetti or biryani, but Korean water. Whatever will be ready, I should bring. Sorry. Whatever will be ready, I should bring. Sorry, 何ですか。何だろうか。3ヶ月ずっと日本にいたんで、英語のオーダー久々すぎて、ちょっとウェイターが何やってるか分かりませんでした。
まあ、レジャバ大使も言ってましたけども、ジョージアに来たらね、このスタンバホテルに来たらもうまず間違いないですね。このオーガニックショップのウブダブノはスタンバと同じ系列なんでね、こうレストランに、まあ、持ち込むって、まあ、日本ではあんまり結構失礼かもしれないですけど、まあ、これは同じ系列ということで全然大丈夫です。持ち込んでも。日向もそこで買ったパンを今食べています。忘れてパン取ってからなんだここスタンバイで、ちょっとファンシーなレストランやで。忘れた、ごめん。 It's kind of like a drinking wine みたいにまあ何やってんだろうな。これでちょっと日本の思い出すわ。キッチンはなんか日本スタイルみたいにオープンキッチンですよ。ほんまにこのアーモンドはめちゃくちゃ美味しすぎる。こんなに美味しいアーモンド食べたことない。チョコレートのコーティングの仕方もなんか、なんやろ、なんかスプレーで噴射したみたいな。そう、そんな太くないな。ひなたも美味しいパンが食べて、忘れた日本語忘れたか。ひなた、オーガニックのパンいいな。ひなた、自分でも食べて、自分で食べてそれはね、It's not good manner。 ここはファンシーなレストランなんやから。食べてちょ、それじゃなくて食べてちょ。そうですよ、まあ、うまいうまい。手で取って食べて食べて。そう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 、うまいこうやってね、手で取って食べさせる練習もせなあかんみたいです。そこ日本の10ヶ月検診の時に教えてもらいました。なんとちなんとち、チーチー、かわいい。めっちゃ楽しいよね。あれ、私の中盤、あれどうした、ママ好きやろ。ダンスじゃなくて中盤。パン食べたいよね。みなたはもうチューも覚えた。まあ、こんだけジョージアの人にチューされてるからな、それ覚えるわ。みなたチュパンパン。これは僕が頼んだガーリックシュリンパスタです。ロビアニといって中に豆が入っているピザみたいなもの。そしてこれはボルシチです。みなた、結構ね、ジョージアは一つ一つがめちゃくちゃでかいんですけど、ここはすごいいいですね。一人が食べるのにちょうどいいサイズやな。量が多くない、まあ量が多い方がいいっていう人もおるでしょうけど、僕らにとってはこれぐらいでちょうどいいです。いただきます。久しぶりに外でパスタ食べました。やっぱ日本にね、3ヶ月いるときは全くと言っていいほど日本の料理以外のものを食べさせてくれなかったんで。 I wanted to eat Japanese as much as possible。 どう、ボルシチになかなかうるさいあなた、おいしい？おいしいよ、めちゃ。でもママのボルシチの方が好き。ママのものは全部最強。ちょっとひなたにもあげろ。ああ、ひなたボルシチが好きじゃないみたい。さあ、ロビアニを食べます。おいしい？カメラ映りたいんか、ひなた。めっちゃ入ってくる。楽しいな、美味しいもん食べてるときな。味のクオリティとあと値段から言ったら、東京で言ったら白金とか広尾にあるレストランって言っても遜色ないような、そんな感じですね。まあ行ったことないんで知らんけど。どうぞ。違う、ジェルトピー。
ちょっとさ、あ、惜しい惜しい惜しい、あ、落ちた。そうですよ、うまい。すごいな、ちゃんと日本にいるときはお米食べて、ジョージアにいるときはパン食べて、郷に入れば郷に従う。はい、ショッピングモールに到着しました。この量だ、ひなたに似てますよね。ただいま。はい、帰ってきました。いないか。チェンドイット。落ちた。落ちたの服も着てるって。これはあの日本で視聴者に聞いたことがあるから食べ物を自分に見せるとかですね。Is it correct to do like this? I think you should check instructions. そう、ママ、どう見て。この肉も。これはあれになりましたよ。ブロッコリーペースト。でも肉も今見て、あんまり美味しそうではないけど、あ、でもあのあれでしたよ、うん、まあまあひなたにとっては食べやすいかな、もちろん。いやいや、ありがとうございます、本当にこれ助かるわ。ひなたも待ち遠しそう、早く食べたいわ。すごいよ、さあブロッコリー食べれるかな。ちゃんと野菜も食べてる、偉いな。野菜と肉が一緒に食べてる。俺なんか二十歳ぐらいまで野菜あんま食べられんかったで。何を喋ってる？何が行われてるの？下のフロアで。イエーイ、イエーイ、バシャ、イエーイ、シェイコンボソー、イエーイ。 You want to try one bite? 大丈夫、シャー、バシャ、デリーナー、ニャ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 、あー、これでかすぎるわ、すさしくも、イエーイ、こっちゃん、こっちゃん、デイだ。ひなたの髪の毛。もうね、二足歩行が始まってからもう歩くんが大好きすぎて、しょっちゅう歩き回ってますよ。まあまだこうやってね、ちょっと危なっかしいですけど。ひなたおいで、パパパパちょっとね、下がねカーペットじゃなくて硬いからね、もうちょっと柔らかかったらいいんですけどね、頭だけが心配。そうやな、私は多分顔とかあったのに。ひなた、パパパパ、パパパパパパ、ひなた、ひなた、パパ、あ、パパそれもうパパちゃう、パパ叫んでるだけや、それパパパパパパ。
絶叫やないか。ひなた、パパ、パパ。